はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。日曜日のね、2時です。もうまったりとしていますね。ちょっと外歩いてきましたね。このまんまだと若干寒いかなという感じですね。そう。でもまあ日が照っててですね、いい感じでございました。日曜日さすがにね、この日本橋小浜町近辺って人少ないんですね。お住まいの方いらっしゃるんでね、その方々が犬の散歩をしてたりして、可愛い犬がピッピッピッと乗ったりしましたけど。まあこの辺りに犬飼うてるとですね、公園がないんでね、自然っぽいところで散歩させられないっていう、まああれがありますけど、まあでも犬飼うてある人は結構多いですね。はい、行きましょう。産経新聞、これ貼りませんけども、こんな記事がございます。韓国のムンジェイン政権が外交で遺産作りに焦り、求心力低下で対日改善難しくと。ちょっと読みましょう。韓国で7日に投票が行われたソウル・プサン市長選の結果を受け、ムン・ジェイン大統領は政策の見直しを迫られる。残る任期が1年余りとなる中、北朝鮮との対話再開を含めて外交的な遺産作りを目指すが、日本などとは関係が行き詰まったままだ。両市長選の結果、さらに求心力が低下すれば、ムン氏が意欲を示し始めた日韓関係改善は遠のくと。ムン政権と与党は選挙ごとに支持層を意識して保守系野党に親日のレッテルを貼る戦術を展開してきた。日本の輸出管理厳格化で反日世論が高まった2019年以降、ムン氏が対日強硬姿勢を打ち出したことも支持され、昨年4月の総選挙は与党が圧勝した。だが今回は反日戦術が抑えられた。与党は当初、野党トップが釜山と九州を結ぶ海底トンネル構想を提案したことを親日と批判したが、ソウル市長選の与党候補の夫が東京に高級マンションを所持していたことが逆批判された事情もある。日韓関係の悪化の長期化にムン氏自身が関係改善への努力を明言し始めたからでもあったと。以下まで続くんですけど、ムン・ジェインさんがですね、大統領になられて早4年なんですけども、来年までですね、2022年にそうですね、来年まででして、2017年に大統領になられたんですけど、当初からですね、その反日的なですね、言動をなさっていまして、その年、17、18年でしたかね、18年に、あれが、18年の12月やったと思うんですけど、徴用工判決、いわゆる徴用工に対して金払えという判決が最高裁から出ました。大法院っていうんですけど、向こうので、それに対して日本政府がですね、それの対抗措置とは言わなかったというか、最初は言うたんですよ。で、いや違うとか途中から言い直したんですけど、輸出管理の強化っていうのを19年の7月に行ったんですね。で、あとホワイト国から外したわけですね。これで一気に反日ボイコット運動っていうのは火つけましてですね、もう19年頃は大変でしたね。私はこれネタに困らなかったんですけど、ちょうどその頃 YouTube を始めた頃やったんで、うわーと思って、ジーソミー破棄とかっていう話が出てきてですね、あれは随分話題になりましたね。で、大騒ぎをして、日本なんか行かへんっていう運動が急激に巻き起こってですね、2019年の後半はですね、お隣さんからのインバウンドが激減したという状況がありました。で、それに対してムンさんは、やいのやいのとこうせかしていました。せかしたというか、煽っていましたね。で、2017年に就任されたんですけども、その直後からですね、2015年の12月に日韓政府間合意というのがあったんですけども、それは手続き上無効やとかって言い出したんですでもう日本政府は戸惑っておりましてですね、何言うたんやろこの人はというところがで、その徴用工判決が出てきてですね、うわどないすんのと思ってるうちに、日本の輸出管理の強化に対してボイコット運動が巻き起こってと。次から次へと、悪い材料がどんどん重なっていってですね、
もう抜き差しならぬところまで来て、去年でしたかね、慰安婦判決っていうのが出ました。慰安婦に金払えという判決ですね。だから、まあ今大きくその2つあるんですけど、今度また二十何日かに慰安婦判決第2号って出るはずでして、これ完全多分あの慰安婦側の言い分を認める判決になると思います。するとこう始末せなあかん問題が次から次へと増えていくわけでございまして、ムン・ジェインさんがそれを煽ってきたようなところがあります。で、徴用工判決なんていうのもですね、ムン・ジェインさんがすげ替えた財法院の判事ですかが出した判決でしてですね、あのこれはパク・クネさんの時にずっとその避けてきたんですね。前の大統領のこれを出したらあかん、もうすごい外交問題になるということで判決出すのを避けてきた、ところをですね、避けてきたのは犯罪やって言って、その前の最高裁の裁判長みたいな人を今の刑事罰を問うてるわけです今、で、すげ替えた人があの判決を出してしまったわけですね。それもどうしようもないわけです。で、今それの現金化1000万円ずつ払えって、まあ、950万ですね、正確に言うと。1億ウォンずつ払えっていう判決なんですけど、それで差し押さえられた日本企業の資産をですね、今、現金化の手続きの途中なんですけど、その現金化の手続きにですね、18年12月に出た判決でしょ、今21年でしょ、2年以上かかってる。はい、現金化したらええやんというふうに、私なんか思うんですけど、その現金化すると日本政府は対抗措置を取るぞと、取るでって金がね言うてるわけですね。その対抗措置というのはですね、どうやら金融面でして、金融面で、での日本の金融機関に対して、愉快の大人さん関連の保証業務を行うやめろというふうな対抗措置を取ると言われてますけど、それ取られた途端に向こうは困りに困るわけですよ。そういう事情も見えてるんで、なかなかこう現金化できないわけです。アホみたいな話ですよ、ほんまに。まあそれはいいんですけど、ムン・ジェインさん結局ですね、大統領になって、対日関係も含めてですね、目指していた南北の融和っていうこともですね、全然進んでなく、北の与正さんからもう連日のごとく罵られてるわけですね。で、アメリカ側の信頼も一切失いまして、トランプ政権時代にも一切失いましてですね、それがバイデン政権に引き継がれて、バイデンさんは副大統領時代にですね、あの2018年12月の日韓合意というものに裏方として頑張ったわけですね。それをこう保護にされてるわけですね、今。で、そういうバイデンさんが大統領になったということもあって、アメリカとの関係も冷え込んでいます。冷え込んでいて、一生懸命ですね、中国に尻尾を振ってるんですけども、中国からはもう適当にあしらわれてると、相手にされていないという状態で、相手にされていないんだけど、お前まさかアメリカの方行くなよなっていうふうに脅されているという状態でして、実質経済制裁というのを受けてます。あれは2016年でしたかね、サードっていうのを導入したことによって、経済制裁を受けてます今韓国は、中国から。で、それも解いてもらえないと、つまり外交的な成果は何にもないどころか、もうかき混ぜてぐちゃぐちゃにしてしまっているというのがムン・ジェイン政権今までの4年間、でございます。何の成果も出ていません。これは私のようにこう外国から見てるとですね、よう分かるんですけども、実はあの報道でですね、向こうの国内の報道でその成果を問うと、あの何もしてへんやん、書きましただけやんということをですね、あのそれほど報道されていないんですね。保守系メディアもですね、まあチクチクとは言うんですけども、あの愉快な大人さんが外交的孤立に陥っているという今のこのもうこう本当の現実というものについてはですね、あんまり言わない。自分たちの国のこうあからさまな姿っていうのをあんまりこう直視しない、なんていうか、あの国民性といいますか、お国柄がありましてですね、都合の悪いものすごい孤立しててですね、白い目で見られてるという現実をですね、直視できないというか、したくないんでしょうね、保守も、いや、あれも左翼も、左派もですね、したくないという現実があって。多分愉快なおさの国民はですね、自分たちの今愉快なおさの国家というものがですね、ものすごい外交的孤立になっていてですね、そのムン・ジェインさんがですね、あると白い目で見られているという今の状態っていうものを理解していないというふうに思える、私は思っている
るんですけども、多分そうだと思うんです。これほどまで孤立した、これほどまであの国が孤立したというのは私が知ってる限りないんですね。あのノムヒョンさんの時ですね、今のムンジェインさんの兄貴分だったノムヒョンさんの時にかなり孤立しました。かなり孤立しましたけども、まあこれほどではなかったというふうに私は記憶してます。で、今ものすごい孤立にしていて、何のレジェンドもないというか、もうマイナスの負の遺産をいっぱい残したまま、あと1年終えて、次の政権に引き継がれるということになるんですけども、まあ、あのムン・ジェインさん自体もそれ理解しないと思うんですね。だからどうやったらこう打開できるかということもビジョンはないわけですよ。でしかも現実を把握していないわけですから、まあ多分あと1年だらだらと過ごしてですね、そのままおしまいということになるんではないでしょうかね。あのアメリカもですね、今のムン・ジェイン政権に対して何の期待も抱いていないという感じです。ただあのこれ以上向こう側に行くなよと、レッドチーム側に行くなよという釘だけは刺してあと1年過ごそうというような外交姿勢が見えていますね。はい、この産経新聞のサイト貼りません、こんなタイトルです。韓国のムンジェイン政権が外交で遺産作りに焦り、求心力低下で対日改善難しくというタイトルの記事でございますけども、私最初の半分ぐらい読みました。ああ、まあ、別にあのこういう内容だけなんで、もう読む必要はない記事ですけども、まあ、一応参考になされない方は見つけてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。